どうもありがとうございました。初めましての方もいるし、いや今どこに行ったの。まあいつもどうもありがとうございますの人もいるし、ジアミラクです。いやなんか最近寒いなと思ってたけど、今日は、ちょっと暖かくて天気も良くて、それでいやこれは絶好のライブ料理だなと思ってたんですが、いやたくさんのお客様どうもありがとうございます。今の2曲は、サンデーコースターとティーグミーって言って、以前からの、2曲なんですが、実は私たちのバンドは11月の初めに、出たというオリジナルテープを作ってまして、皆さん、お買いになられましたか。買ったした。いや、どうでしたか聞いてみて。ぼちぼちでなという感じですね。聞いてくれた人こう2曲聞いても分かるんじゃないかなと思いますけど、今度も、それでは静かな距離で以前からの曲ですけど、バラThank you.
来週は皆さんクリスマスですね。嬉しそうにしてるから知ってもいい。いやまあ好きな人とこう2人で一緒に2人きりで過ごす人もいれば、まあ、こたつで寂しくテレビでも見ながらこうみかん食う人とかもこういろいろいるでしょうけど、我が地上だからこう皆様に素晴らしいクリスマスプレゼントがあります。どう言っても大したことなんじゃないんですけど、24日のクリスマスのクリスマスイブのお昼に、ジアメダグがなんとラジオにゲスト出演してしまうという、なんか話で、24日の1時から、AM なんですけど、各部のゴーゴーパークっていう番組で、なんか倉吉からやるそうですけど、それに出るんで、またできれば時間があれば聞いてやってください。今まではさっき言ったあのオリジナルテープの中から3曲やったんですけど、今日は初公開の、オリジナル新曲がありますので、それをやろうかなと。今回のために実は4曲も用意して、こう11月からわずか1ヶ月間で4曲も作ってしまったという、いやなかなか大変なんですけど、それほんで、まあほんじゃその新曲2曲続けていきます。ウィスイね、
Thank you.
Thank you.
不思議な形つけたらほんまうまい。
ランプリすごいね。
ホワイトクリスマスという曲はプレゼントさせていただこうと思います。それじゃあ2人よろしく。
メリークリスマス。どうぞ素敵なクリスマスイブをお過ごしいただきますように。それは言う。2000年スイビーダックへお出かけください。今日の各部屋のゴーゴーパープルはクリスマス特集でお送りしておりますね、実はですねパープルタウンではサンタクロースクイーズというのをやってまいりましたけれども、そのサンタクロースクイーズの当選発表を1階の中央広場で掲示しております。で、当選なすった方は1階インフォメーションでどうぞ商品と引き換えをお願いしたいというふうに思っておりますですね。さあ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 、それではこの後ですねポップなサウンドをお届けしてまいりましょう。これぞクリスマスという感じのですね、いやなかなかこのグループはね素敵なグループでございます。僕は本番前に音合わせをちょっと聞かせてもらいましたけれどもね、いやー実にねノリのいいグループでございます。鳥取大学軽音楽部はですね計40名ぐらいいるわけでございますけれども、その中で計8人で、組織しておりますのがこのグループです。どうぞ皆さん盛大な拍手を。ジ・アミダくん、いやいや、ようこそおいでくださいました。ありがとうございます。どなたに話を聞けばよろしいございますでしょうか。ボーカルのあなたですね。はい、あなたのお名前なんて言うんですか。松本と申します。松本、出身はどこですか。大阪です。大阪、そうです。何年生。何年だよ。8年生か。いや、そこまで言ってない、だけどまあ4年生ではないという。あ、そうです。あ、そうです。まあ音楽と勉強が好きだから大学にずっと残っていようというそういう意欲にあふれた青年でございます。後でね、一応8人のメンバーのそのメンバー紹介みたいなものをやってほしいと思うんだけど、はい、まずは1曲、はい、ノリのいい曲、はい、あなたたちはオリジナル曲いっぱい持ってるのね。あ、結構あります。結構あるのね。大体曲作りは誰がやってるの。彼がトランペットの彼と、はい、彼は何年生。4年生ね。はい、それから彼が一人でやっちゃうの。大体一人でやっちゃうことが多いです。おお、彼が作詞作曲やっちゃうんですか。いや、作曲作曲を彼がやって、はい、作詞を私自分で松本君がやっちゃうわけね。いや、なかなかなもんでございますね。あ、そうですか。あ、じゃあ君たちがプロとしてデビューした時にはあのペットを吹いてるあの人が一番儲けるわけね。そうですね。曲作ってるんだからね。いや、印税がたっぷり。印税がっぽりでしょうね。今からごましとこうかな。さあ、それでは早速リンチアミダックの皆さんのオリジナル曲から1曲お願いします。
次も同じくトランペットの寺島智正君。
いろいろやってくれるじゃありませんか。次はちょっと怖いですよ。そうですね、こう言っちゃなんですけど、怖い怖いです、この人は、山崎よしみ はいはい、どうもありがとうございました、ね、今濃いサングラスをかけてるんですけどね、ドスを聞かせてますが、サングラス取ると可愛い目なんですよ、彼もね。さあ、それじゃあ次どうぞ。ドラムスの沢田進君。それから、ギターの岩井俊君。いや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 、なんですか、今のギターの彼が島根県の出身だそうで、はい、このジアミダクの8人のメンバーの中では唯一の山陰出身者だそうです、ね、いや、というわけじゃない。あ、彼もそうなんですか、はい、トランペットの彼も、はい、彼はどこ、島根、鳥取、どっち。鳥取。鳥取なの。鳥取のどこら辺。鳥取市、駆け出し町、どこなのよ。だから鳥取市内どこなんだよ。え、どこ、河原町。あ、そうなの。それはそれは、やっぱりね、賢そうな顔してるわ。いやいや、うん、はい、それじゃあ行きましょう、次です。キーボードの、こう言って、森田和也さん。あ、ハンタハンタ、お疲れ様です。ありがとうございました。いや、いい、ちょっと、いや、さっき彼女がね、僕の、歌のホワイトクリスマスのバックをやってくれましたでしょ。ありがとうございました。僕はあなたの前にね、以前バンドにやってもらったのはね、あれはね、レイモン・ル・フェーブル・オーケストラでした。それ以来です。あなた、どうもありがとうございました、本当に。はい、お続けください。ほんじゃ、極めつけの、ベースの竹内雄一さん。すごいです、これはかなりのテクニシャンでございます。あの弾き方はなんかチョッパーっていうんですって。あれなんでチョッパーっていうの、やっぱり空手チョップから来てるチョッパーの。そうじゃないですか、きっと。そうでしょうね、だと思うんですよ。なんかこう手をね、弦に叩きつけるような、ベースに叩きつけるような、あんな弾き方ですもん。あれでよく見えますね、自分の指が一体どこを叩いてるのか、弾いてるのか。大佐のベースは何年ぐらいやってるんですか。もう8年半です。8年半はぁ。ということはあなたがいくつからですか。高1です。高校1年ぐらいから。わぁ、大変なもんですね。はい、まあ頑張ってください。高校1年から8年半、大学何年生ですか今。よう分かりませんけどね。みんな何ですか、まともに言ってる人いるの、このメンバーの中で。あ、もういっぱいいます。あ、そうなの。はぁ、はい、まあそれぞれ事情もあろうかと思いますが、あんまりその親のすねをね、かじらないように一つ、はい、適当に出てやっていただきますようにお願いいたします。さあ、それではジ・アミダクのですね、2曲目、これもなかなか素敵でございまして。ごめん、ボーカルの松本くんがね、まだ何も言ってなかった。はい、どうぞ、好きな曲紹介。ボーカルの松本です。よろしくお願いします。可愛いです、彼は。はっきり言ってねえ、モテるだろう、君。いや、そんなことないです。そうだろうね。いや、でも可愛いよね、このピンクのトレーナーってね、とてもよく似合ってるしね、素敵だね。まあ、これくらい言えば今日何もプレゼントなくても帰ってくれるだろうと。なっちゃいけません。さあ、それではジ・アミダックの2曲目でございます。これもノリノリのいい曲です。ファンクナンバー6。
それが一体何の楽器であったのかを当てていただこうと、実に簡単なものでございます。例えば、じゃあ最初僕がやりますね。誰でもいいですから、はい、やってみてください。音を出してください。僕が当てます。え、もう一遍。何これ。タツオ、キーボードか。何、違うの。下打ちじゃないでしょ。下打ち、下打ちねえ。ああそうなの。まさかと思ったけど、ああそう、という結構難しいもんですね。ということになりますと、やりましょう。じゃあこちらの奥さん、おやりになりますか。プレゼントがあるんだよ、やってみましょう。すいませんが、ちょっと、はい、皆さんの方見てください。メンバーにお尻を向けていただけますか。それじゃあね、これからメンバーが何かの音を出します。その楽器が一体何なのか当てていただきます。どうぞ出してください。あれこれ、え、ドラム。はいはい、正解正解。そんな簡単だよ。俺出したのとえらい違うじゃないかよ。本当にドラムスは簡単ですよね。はい、でもプレゼントを差し上げますよ。どうもありがとうございます。はい、どうぞお受け取りください。それでは今度はこちらのお父さん行きましょうか。はい、背中メンバーに向けてください。今度は難しいやつやってね、お願いよ。これ、え、キーボード、ブブーブブーブブー、違うもんね。違う。じゃあ何、ギター。ピンポン。一体誰がこんなこと考えたのよ。分かってるじゃん、あんなもん。
ねえ、キーボードじゃなかったらギターしか、ドラムスってあんな音出ますか、本当に。出しておくな、ドラムスって今の音。キーっていう音。出せないでしょ。じゃあもう一人だけ言ってみようかな。で、プレゼントありますからね。差し上げます。はい。じゃあ男の子、君ちょっと立ってもらう。名前なんて言うんだ。石原慎也。石原慎也。いい名前ですね。では、背中向けて。なんか音出しておいてください。お願いします。どうぞ。今の怪獣だ、怪獣。怪獣だ、どうしよう。なんだお前、妹に聞かないで。自分で答えたから、なんだと思うの。これは難しいね。わからん。じゃあもう一回、今の音。あ、ほら、怪獣だ、やっぱり。怪獣って大きな言ってごらん。怪獣。嘘だよ、バカ。怪獣わけないだろ、本当に。今のはね、テナーサックス。もう一度出してやってください。ね、あんな音出るんだね。テナーサックスって君、本物をこんな近くで見たの初めてじゃないか。初めて。よかったな。来年もいい年にしろよな。はい、それじゃあ、プレゼントはいください、ね、はい、ということでございまして、この音なーにというお遊びでございましたが、それじゃあですね、ここでもう一度うち阿弥陀の諸君に演奏してもらおうと思いますが、先ほどはオリジナル曲を2曲演奏してもらったわけですけれども、今度はやはり今日はね、クリスマスということでもございますんで、クリスマスソングのメロディーをメドレーでお願いしようかなと。ちょっと言い間違ってみただけですね。だからもう一度正確に言いますと、クリスマスソングをメドレーでお願いをするわけでございます。これでいいですね。はい、それでは最初は何からいいの。最初はさっき各部さんがお歌いになられた曲から入っていきます。僕がさっきやった曲ね。はい、それでは第5番からでございます。で、行きましょう。どうぞ。
大学軽音楽部のジアミラク、アミラクの皆さんでした。本当にどうもありがとう。どうぞ盛大な拍手を送ってあげてください。ありがとうございました。アミラクの諸君はこのステージを終わりますと今度はパーティー会場の方へ駆けつけるという大変お忙しいアーティストの皆様がありがとうございます。でもホームセクションが入ったグループってのはね、本当に音が締まりますね。最高ですね。ありがとうございました。もう一度どうぞ盛大な拍手を送っていただきますように。また来てくださいね。はい、どうもありがとうございました。という各部屋のゴーゴーパープルでございます。今日も生放送をお送りしてまいりましたが、こちらのお父さんがちょっと険しいサングラスをかけてらっしゃいまして真っ黒でございます、はい、どうもありがとうございます。そしてこちらはですね、大きい坊やですね。坊や今いくつだい？3歳。大きいね。名前なんていうの？信文康之。信文くみくんっていうのね。ごめんなさい。まあ奥様がね。もう言ってやなんか無償で金ももらわず手伝わされてるし。田島くん暇か。スパイ。僕はスパイ。ほんまにスパイよ。だからあれサックス絡んだ方がいいんですかって言ったら、どんどんもうあれなんかいやらしく絡んでくださいって言ったから、言ってもらったお手のもんやなって。それだけは言ったらかった。
続けて、3曲目、ちょっと変わった、
曲です。ちょっとなんか変だけど、僕はロボットという曲です。綺麗な姉ちゃんがゾロ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 でなんかこうねって歩いてるなと思ったら、今日は成人式なんですね、うん、皆さん成人式に行かなくていいんですか？あら
けど、うちのバンドはみんなジジイばっかりだから、もう成人式なんかとっくの昔20年ぐらい前にやっちゃったから、もう関係ないの。あのおばあさんもいるけど、ごめんなさい、後で絶対お仕置き食らうから。まあそんなところで、まああのまあアマチュアがこんなうだうだやっててもしょうがないと、本当はプロのバンドを見たいという人もいるかもしれないけど、まああの残り2曲なんで、こうぜひぜひ今度はちょっとあのね、今までちょっとあのハードロックのバンドでちょっとノリがちょっと違って面食らっちゃったかもしれないけど、いや次の2曲は多分頑張れば乗れるでしょう。聞いてください、僕はスパイ。
だと思います。ファンクナンバー6です。 1,2,3,4